はいどうも、ヒカリン TV でございます。今回は、はい、携帯ネタです。今回、携帯ネタとしてやっていくのはアプリのカマチョオンラインっていうアプリがあるんですよ。はい、それで、ちょっと投稿と、あとは投稿してる女子のね、女子にメールとか、メールっていうか LINE を送って返信が来るかどうかをチェックしていきたいと思います。こういうのには、まあ、いわゆる出会い系アプリっちゃ出会い系アプリなんで、桜だったり、あとなんか別のサイトへの勧誘みたいなのはいるんで、それがどんくらいの率で来るか、それをちょっとね検証していきたいと思います。そんでどれだけマジな人と仲良くなれるか、僕これ女友達に教わったんですけど、リアルな女の子もやってるっていうのは事実なんで、ちょっとやっていきたいと思います。ということでね、まずはこれは投稿っていうのと、投稿してあるのに、メールを送ることの二つできるんで、まずは投稿からしていきたいと思います。新規投稿っていうのを押しまして、プロフ画像が載ってて、投稿カテゴリー、絡み募集にします。本文、暇なんで、絡んでくださいと。そして LINE の ID を載せます。はい、そうしまして投稿する。はい、投稿しました。 LINE ID 載せると LINE で来るんで、あのね、なんかね、チャット ID っていうところにもできるんですけど、それやるとなんかわけわかんないとこから来そうなんで、 LINE ID を載せると普通に来れると思うんですよ。ちょっとね、僕もまだそこまで付け方完璧に分かってないんであれなんですけど、とりあえず投稿しました。これで投稿からなんか誰が来るか、誰かから来るかっていうのがを待つ状態ですね。ただ待ってるだけじゃ面白くないんで、これから今投稿してる女子の方にバンバン、LINE で絡みましょうっていうのを送っていきたいと思います。ちなみにね、僕が今使ってるトップ画は今と違って痩せてる時のトップ画なんで、今よりはいけてるんで、それでちょっと釣っていきたいと思います。ちなみにその時のトップ画がこちらです。はい、まあ載せてるか載せれるか分かんないですけどね。さあ、じゃあ行っていきたいと思います。じゃあまずは東京都18から19歳のあーちゃん、女性の人ですね。チャット ID をコピーしまして、待ってくださいね。この人の自己紹介は、彼氏募集、高3バドミントン部です。なるべくならタメと付き合えて、あと家でしてる友達のところに候中だから、家に住まらせて携帯付き合ってない。これは完全に桜ですね。だけど一応桜と分かっていながらも、ちょっと動画のためなんで、今回は一発送信していきたいと思います。ってことで、友達その他から友達追加行って、フルフルじゃないや、 ID 検索でペースト、さっきコピーしたのペーストしまして、あやかっていうのが出ましたね。でプリもちゃんと載ってますね。そんで追加しておきます。追加しまして、友達のとこから新しくなった友達、あやかさんにトークで、カマチョからよかったらから、からもと送ってみました。さあ、これからね、数人に送っていきたいと思います。次はとりあえず友達検索してみますか。年齢、じゃあ20代で前半にしましょうか。俺と一緒で。性別女性、カテゴリーは特に未選択にしますね。画像ありなしも全部未選択にして、そして地域も、地域もとりあえず未選択にしてみます。返信来るの待つためなんでね。ってことで検索。ちなみに今時間はこちらですね、夜の11時47分です。はい。こちらね。一番みんなが携帯をいじってそうな時間なんで、一番返信来るかなと思ってやってます。はじきさん。あ、これはちょっとダメだな。ちーさん、神奈川県。よし、この人に送ってみましょう。とりあえず、LINE から。さっきのあやかさんの人からまだ返信来てないですね。返信く
クルーズとかもあるんですけどね。まあ、何人かに一人しか来ないっすよ。まいちさんですね。まいちさん。よし。遠くから。カマチョから。からも。よかったらですか。よかったら。からもと。送ってみました。イェイ。まあ、いわゆるマジックメール送信ズキュンのやつですね。はい、次もうバンバンいっちゃいましょう。次は、写真ないんですけど岐阜県の人寂しいって書いてありますね。あ、一人目返信来ました。あやかさんこんばんは、何歳ですかって来ましたね。こんばんは、20歳、これ嘘つかなくていいんでです。今は20歳ですと返信しました。何通かメールをした後によかったらこのサイトになんか登録だけしてくんないみたいなのが来たら、これは釣りなんですよ。釣りっていうか勧誘みたいな偽物なんで、そしたらもう即ブロックですね。即ブロックするんで、あのこれ最近巧妙なのが何通かやり取りするんですよ、機械のくせに。それで本物だと思わせて、おーって期待させといてからの偽物なんで、すごいがっかりするんですよね。その手間がめんどくさいんですよ。会話させんなっつーの。次、アサン、大分県のアサン。でも大分県、まあメルトモになるんではね、いいと思うんでね。ちょっと、アサン、アスって書いてあるんで、こういうアっていうのね、意外とね、本物の可能性あるんですよ。釣りだとアにしなくないですか。ということでペースト、グデタマさんですね。これちょっと釣りじゃないっぽいですね。釣りじゃないとね返信来ない可能性もあるんですよね。まあ全然いいんですけど。カマチョから、よかったらからも、はい、送信しました。おっと、あやかさんから返信来ました。おお、大学生ですか。そうですよ、あやかさんは何歳ですか。こういうこっちからの質問に対してなんか話が食い違ったりしてると、ちょっとあれこれ釣りかなみたいななっちゃうんですよね。さあもう一人ぐらい、じゃあ送っときますか。東京都奈良さん、よし、その他から友達追加、 LINE ID 検索、さっきのコピーしたのをペーストして、奈良さん出ましたね。写真同じですね。これ釣りっぽいですね。可愛すぎるんで釣り感ありますね。まあいいや、とりあえずトーク送っていきましょう。カーマーチョから、よかったらカラーモート、もう番も、あ、返信来ましたね。おお、18です。お、ちゃんと質問に答えてますね。これちょっと本物っぽいですね。マジっすか。近いっすね。こう、18歳、高3だよね。高 3? で、ハテナで送ってみようか。高 3? はい、そうです。次、大学です。みたいな返信来る可能性ありますね。ちなみに、俺の今の LINE のトップ側、さっき見せたやつなんで、まあまあいけると思うんですよね。野生した時のやつなんで。今と違うんすよ。今もうね、太っちゃってねーとか言ってね。はい、すいません。早くやりましょうって感じですよね。はい、次、みまれさん、女の人。どこ住みかな?東京都ですね。チャット ID コピーして。友達追加、ID 検索、ペースト、あっと。入力した ID のユーザーは存在しないが、また検索許可していません。こういうパターンもあるんですよ。
ID 検索できないパターンもあります。この時点でアウトの人も何人かいるんで、まああまり気にしないことですね。次、おと、あやさん、女の人、埼玉県ですね。めっちゃ自己紹介の欄が長く書いてあるんで、ちょっといけてる感じありますね。ただチャット ID が3つも載ってるんで、どういうことなんですかね。おっと、1個目ダメ。これ3つも打ってあるって、なんかどういうことなんだろう。そのままだね、この前、これを紹介する、今紹介してるじゃないですか。紹介するレベルで、うまくなってないっていう。まだ、あんま詳しくないっていうね。あ、ダメだ。この人ダメだ。今、返信来ました。その、あやかさんから。はい、そうです。じゃあ、次は、大学、こんな感じで。ちょっとね、こんな感じで適当な会話やりとりしていきます。とりあえずね、釣りじゃない人が何人来るか、この短時間で、だけやってるんで。とあるサイトで、これは怪しいですね。とあるサイトで確実に出会ってます。出会ってしまえば買ったも同然。18時期の若い頃、30代の人に連絡するか何か知りたければ連絡ください。待ってます。こういう、他のサイトへの釣りっていうか、誘導みたいな。これは、完全にやめた方がいいですね。もうなんか面倒くさいじゃないですか。だからやめます。次、いきます。さやちゃんって人ですね。彼氏として一緒にないから、まずはお友達から、23から39まで。まあいいか。ちょっと年齢入ってないんですけど、いっちゃいましょう。まあ、ID 検索できればの話なんですけどね。行きましたね。さやかさん。お、穴行きのトップ画ですね。友達。じゃあこれラストにしましょうか。なんかちょっと動画長くなっちゃうんでね。ラストで送りたいと思います。カーマーチョからよかったらからも、あれさっきよかったからもって言っちゃったかもしれない。よかったらあいんから、よかったらからも、さあ送りました。これでとりあえず投稿と何投稿したるところに、投稿してるところにメールを送るっていう作業の二つ両方やりました。これでね、何人から返信来るか、もうすでに一人から来てるんで、あと何人から返信来るかどうか、ちょっと待ってみたいと思います。じゃあ今、11時55分ですんで、まあ大体あと15分ぐらい待ちますか。15分ぐらいして来なければもう 90% ぐらいはもう来ないんで。なんで、15分待ちたいと思います。じゃあ、12時10分にまたお会いしましょう。ということで、また後でね。バイバイ。